はい、皆さんどうも、こんにちは。さあ、10月28日からデッドバイデイライトモバイルテスト、なんと2回目が開始ということで、私早速 iPad mini 6を手に入れて、早速ね、前回できなかったデッドハードをね、今回はバッチリ決めてね、いきたいと思います。やってるわけでよろしくお願いします。いや、楽しみですね。待ちに待ってましたからね。まさか iPad mini 6S をね、買ってですよ。もう届くのがね、もう一体いつになるんだと。もうデッドバイデイライトモバイルやりたいんだけど、つって届いた2日後にデッドバイデイライトモバイルっていうね、もうびっくりですよ。マジで。いや、なのでね、すーっげー楽しみだったんで、嬉しいですね。でも前回はですね、やったんですよ、一応。やったんですけど、iPad プロ 12.9 だってたら、ちょっとデッドハードがね、あまりにも遠くですね。はい。遠すぎて押せなかったんですよ。なので今回は、がっつりとね、押せると思うんで、かましていきますよ。今回こそ。ボタン配置も変えれんのかな？でも気になるね。さあ、プレイヤーを待ち。準備中です。すいません。私以外は誰もいらっしゃらないんですけど、何ですかこれ。え？何？ソロで、何？キラーと、おっと、来ました。さあ、お一人。強そうな面構えをしたネアが登場。スマートな着地で、一体どんなプレイを見せてくれるのか、当然私たち、ブラッドポイントがないので、パークが一つしかありません。ですがですがですが、おっとたー、やっとドワイトと、待ってください、メグトーマス、パークがついていない。わかる、これね、わかりづらいんですよ、本当に。パークどれかすごくわかりづらいんですけど、でもね、仕方ないんです。モバイル版ちょっとわかりづらいですからね。まあ、慣れたらね、すぐ分かると思います。さあ、来たぞ。記念すべき第1回目はクリアできるのかどうか。殺人鬼がフェイスキャンプを行っている場合。ああね、やっぱこういうこともありますからね。まあ、一つのタクティクスといっても問題ないでしょう、これは。まあですかね、早くやりたいですね。もう俺のデッドハードをしたくて、今右手の親指がうずうずしてますからね。来たー、ファミリーレジデンス。てか iPad mini もめちゃめちゃ綺麗だな。画面ちょっとなんか止まって大丈夫かなと思うけど、あ、でも綺麗だわ。どうだ？前にいない？前にいますね。青毛いた。やばい、操作がめちゃめちゃ画面やばい。おお、相手うまいんじゃね？もしかして。あ、そうだ。まずい、これは。I'm going chase ですよ、これ、間違いなく。OK、ジャンプ。どうだ、これが iPad mini の力。いや、だいぶ押しやすい。どうだ、助けてもらってか。ナイス、いいね。オッケーオッケーオッケー。はい、はいよ、1です。
かましてるかましてる。オッケーオッケー。いや絶対これね、迷った。まずこう捜査官に慣れているところから始まるから。オッケー、いよいよ。あ、いた。やっぱ走るだけ強い、これ。走るだけ強いまである。オッケーオッケー。はい、ここ走っていこう。全然裏なんて今一応見てないけどね。危ない危ない。オッケーオッケー。オッケーオッケー。危ない。ほら。あー、なんすか、なんすか、なんすか。オッケーオッケー。はい、いいよ。いいチェス顔してる。いいよいいよいいよ。いや、いいよいいよ。このゲーム、おげよ。はい、お互いに若干止まりながらも、いいゲームになってる、間違いなく。オーケーオーケー、オーケーよ。はい、お互いにここは、待ってくれ、待ってくれ、待ってくれ。お互いなぜか変装始めてる。やばい、俺も操作下手だから。あれでしょうね、お互いに、お互いに多分難航しますよ、これ。お互いに操作が間違いなく難航します。難航してるんだけど、それが面白い、逆に。 OK、 まだまだディターとまだしていない。どこだ、やばいやばい。待ってくれ待ってくれ待ってくれ。デッドハード、デッドハード、デッドハード、デッドハードを出したいのに、デッドハードがどこにあるか分からない。いやいや、厳密な場所は分かっているが。おし、 OK、 待てよ待てよ。おし、お、ここで、ここで急回転。 OKOK、 いいよ。向こう行った。あ、どうだ、いいですよ。よーし、いい感じだったぞ。結構あれだ、上の方を押さえてあれなんだよな。よし、次発電機、いいですね。さあ、 OK。 あとやっぱあれですね、やっぱ iPad mini になると普通に押しやすいですね。だいぶ押しやすい、これ。はい、オッケー。いいよ。ちょっとなんか手が離れるとね、やっぱ足止まっちゃうときあるんだよな。あれがどういう、どうすればいいんだろうな。どれか。いや、今回大丈夫だ。よし。なんだ、なんか音が視覚化されてるのいいですね、これね。すごくわかりやすくて、見てる方もね、あ、今多分音をちょっと聞こえていったんだってわかりやすいもんね。あ、でもハートマークついてないから多分違うんだな。だ、マップ全体に鳴り響いてんのかなって思うくらい、なんかチェーンソーってあるんだけど、ワン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 ってやつ。なんなんだこれ、面白いけどね。いいですね。でもだいぶ発生機あれですね、前に比べて押しやすくなったな。よし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 、いい形になっていったぞ。これ、あつが出たって、で、よく押すとかじゃないんだ。あ、なおね、この中で押しちゃうとこうなるんだ。なおね、こういう感じだけだ。あー、オッケーオッケー。あ、できるだけ外を押して、こうやってくるくる回っとけば、なんとかなる感じか。オッケーオッケー。こういうことね。だいぶ分かっていったぞ、これ。
明らかに方向を変えたいときはもう大きい浮かせてこうやればいいんだ。あ、分かってた。さっきやったあれってあれだったな。指の動かしが足らなかったんだな。こういうことね。オッケー。お、みんなどこついちゃってんだ。お、やってんね。あ、いた。あ、待って待って、え、出たの。やっぱり上なんだけど。やっぱり上なんだけど、ちょっと待って。はい、ブンブンシャカシャカ丸やん。ちょっと待って、え、どうは持ってんだけど、あの人。え、怖っ。ダメか、ダメ。ミント女性の、もう一回だ、ミント女性。ダメ、ダメか。あ、懐かしい連打形式、いいですね。今はね、タイミングボタンを押してたんですけどね、前まではこのこの連打をしておかないとズボッていってエンティに去ってやれますからね。助けてくれ、誰かいないのか。今めっちゃポツポツ押してる。あ、助けられてる、いいですね、ナイス。わ、私も助けてくれ。あー、来た。大丈夫か。私も帰ってもいいか。どこか。おし、あー、デッドハートでいかった。場所変えろ。待て、これほんと場所変えれないのか。待って、いや、なんかあの持ち方がさ、持ち方がさ、上の方、下の方持ってるからさ。待て、なぜデッドハートがそんな上なんだ。いや、前の時は上だとったけど、やっぱりこれも上だった。いや、他のはすごくね、いいんですけどね。なぜかデッドハード時めっちゃ上あるんだよな。いや、どう GG。 いや、いいゲームだったな。設定。設定は、設定、あるのかな。設定あるのかな。いや、まだないか。ああ、あったあった、設定か。グラフィックアカウントリンクではなくて、はい、設定。操作タイプ。エイムアシストついてんだ。ブレメイト。いや、60でいきましょう。いや、これ、やっぱり、ボタン位置設定ないですね。いや、やっぱ面白かったんでね。いや、皆さんもね、持ち方が多分あれかな。うん、多分ね、小指で移動させて、中指で支点移動させて、そして右手で添えるようにデッドハードを構えることによって、俺のデッドバスセットしますよ、今回は。やっというわけで皆さんもデッドバイディーもらえる。でもね、普通に面白いんで、前回テスト参加できなかった方もね、ぜひこの機会やってみてはどうでしょうか。それでは皆さん、またよかったら見てください。ミントスでした。またね。
バイバイ。